人が住んでるような名字なんて読むあれ。コリアだと思う。ああ。この土地を貸してくれないかということで土地を。誰か行ける？レオが行くって。あ、行ける行ける。生活した跡があります。形跡が。今日はね、3人で来ました。はい。はい、登録チャンネル登録が2000人になりました。はい、これはあの2年ぐらい。おめでとう。おめでとう。おめでとうございます。2年ぐらい。おめでとうございます。というわけで今日もね、ちょっと頑張ってもらおうかなと思うんですけど、レオくん頑張りますか今日。いやいや、どうぞどうぞ。何組んでいきますか。あ、もう大ちゃんで。大ちゃん、はい、シンプルに大ちゃんで、新キャラ大ちゃん、はい、で、今回ね、来たところが、はい、まあ、岡山の中でもいろいろ検索したらバラック村とかちょっと治安の悪い場所じゃないかっていうのを言われてるところにね、今日来たんですけど、内容はわからないですけど、ちょっとその場所にね、ちょっと行ってみようかなと。なんか、すごいだろ、世界の人々は笑顔で握手。宗教、出だしから普通ないっすよねなんか直しどころ満載がいいけど、あれとか国のあれとか免除してもらえないかな。やっぱ結構ね、やばいな、あれでな。まっすぐ行きましょうか。まっすぐ行きます。ああ、人が住んでるようなちょっと雰囲気違いますね。雰囲気悪いっすよ、ここ。結構、ああ、ほら見てください、この路地。屋根とかもうビニールシートみたいな。ほんまやな。名字なんて読むあれ。ああ、でも多分コリアだと思う。ああ、日本人じゃ変だ。うん、やっけえ。これこれもそれおるわな。そうそうそう。ここはなんだ。赤ヘル軍だ。はい、広島カンプ。マジで広島カンプ。ここで道が途切れてますが、この横でなんか家があったような感じですね。メダカがいますか。なんか魚いるね。いっぱいいるね。メダカですね、これ。ね、ここのエリアが一番あれなのかな。向こうそうでもないもん。はい、うん、そうだな。すごいですね。被害者、会社ちゃう。でもなんかね、珍しいよね。あ、そうなんですね。すっごいなんか車が乗ってる。ちょっと入ってみましょうか。いや、汚れるから嫌やね。いやいや、行こうや。誰か行ける。レオ君行くって。あ、行こう。このバス、いいですね。で、こっちは行く。うん。で、なんか、あとあります。形跡がありますよ。あ、いけるいける。あ、硬いな。あ、なんかこれ生活した、なんか、うわ、ほんまや、跡があります。形跡が、うん、ほんまや、形跡がありますよ、うん、なんか手紙が入ってます。ほんまやな、これ住んどったんやろうな。結構下が床がちょっと腐ってます。腐れてるな。木でできてるんですよ、これ ね。冷蔵庫とかあります。冷蔵庫、うっ、あ、あ、あ、ここもやばい。あ、行ってんだ。うわ、なんか入ってるわ。ああ、うわ、すみません、病院はさらしいです。ね、昔のね、ちょっと、うん、多いの方はこの場だしね。やばいな、これ。うわ、蜂の巣がある。ぷよぷよ巣。昔やな、昔の。なんかあのアヒルがおって、あの上になんかドラゴンみたいな。マジで。ああ。
この仏さんの前に普通に家があるぞ。だからここ六の先生が歩いてた時に、この一区一帯の頼もしくいと、まあ、皆さんの幸せね、今現在の幸せを願って、トルコの土地を貸してくれないかということで土地をお貸ししたんですわ。それでここへなんか家を足しとったんだけど、これはもう今は世帯住宅にして、ボロボロになったから。それで、それでここを貸しとったんです。そうなんですか。それだけでも皆さんお前してる。ありがとうございます。というわけで、いやね、なんか、僕見たのは、インターネットのブログとかで結構ね、こういうとこがやばい、近づくなとか言うと、昔から結構そういう感じのとこだったんや、あったんや、ここやばいと、やばいやつがおるとか、身の浄水所の近くで、まあ見た目がね、これ悪いからどうしても雰囲気が悪いって見えるかもしれないですけど、そんなあったけど、実際行ってみたらね、まあそういうことはね、はい、あとすごいな、はい、というわけで、こういう感じで今日は締めます。2000人突破ありがとうございます。ありがとうございます。本当にね、なんかちょっとずつでもね、レベルアップできたらねと、そうですね、ゲルシーが考えてますね、皆さんやってます、なんかねなんかもっといい案はないかなとかいろいろ思うんですけど、やっぱりね、これ見てくれてる人とか、この撮影してくれてる人とか、そうだ、まあ、出てくれてるロブ君とかでもね、大ちゃんも今日頑張って、そうですね、ありがとうございます。こういうね、レス温かい支援が次に、ヤブカがすげえな、やばいな、書かれるいいとこで、そういうことで、はい、いうわけで、します。はい、というわけで、やかしじゃないんで、はい、ありがとうございます。はい、ご協力ありがとうございます。はい、締めます。一方、よー、はい、終わりで。ちっちゃい猫だった。猫、今ね、タイミングだった。おいで。おいで、逃げる。生まれたばっかやな。帰りますか。帰ろうか。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。